暴走した。今何分やってんのよ。なんだよ、もう一発で動いたら試しがないな、このヘッポコプログラマー、本当によ。なんでだよ、動かせよ一発で。はい、やりますよ。もうバグったところで前回終わりましたけど、ゲットプログラムウィズミーの時間です。はい、説明からする。多分なんだけど、これ7番ってね、ちょっとね、そうじゃない、ちょっとね、おかしいなと実は思ってたことがあって、圧縮の解説をした時にね、これ無駄っていうか、これやってんの、こういうやり方しなかったの、もったいなかったの、この圧縮方法はっていうのは実はあって、で、フィールドのマップの圧縮って、あ、ちょっと、そうだと思うんだけど、ちょっと、まあ、じゃあ僕の予想から、まず、なぜこういうふうになっちゃったか、さ、あの、マップがおかしくなったやつね。なぜそうなったかっていうのを、僕の予想とこれからやるのが合ってるかどうかっていうのをちょっと検証しましょう。面白いから。僕が思うにね、圧縮、フィールドの圧縮って、上位の3ビットと下位5ビットっていうふうに分かれてるじゃないですか。で、上位の3ビットが、0から、110までの6、0から6までの、の数の3ビット。3ビットが0から6だった場合には、その後ろの5ビット分が何個、何が何個の何がの部分が0から6だった場合は個数っていうふうに、下位5ビットは個数にするっていうふうになってて、で、上位の3ビットが111っていう、つまり7だった場合には、下位の部分はそのままチップ番号、下位の5ビットがそのままチップ番号で、そのチップ番号を1個表示するっていうような、ことだっていうことを僕解説したと思うんですよ。圧縮の時でも、その時ね、自分で解説しながらね、これ後半11で1を、上位3ビットが111になった時に、下位の5ビットが0から6になるパターンって絶対ないなと思ったわけですよ。だって0から6っていうのは何がの部分で、上位3ビットでもう弾かれるようになってるわけだから、これ111の時の下位の0から6って、0から6だから7から 1F までは使えるけども、0から6って使い道ないよなっていうふうに思ってたんですよ。これって無駄だなと思ってたんですが、無駄じゃなかったんですよ。多分これは上位の3ビットが111で、下位の5ビットが0から6になった場合、ありえないパターンの0から6がここに入った場合は、多分この111、すなわちこの毒の沼地を0から6、まあプラス1するだろうから1から7個表示しろっていう風な圧縮だったんじゃないのかなと思うんですよ。これでついつまがあったと、多分。だからあそこの毒の沼地になるとずれるんですよ。毒の沼地はどこも出ないね、っていうことだと思うんです。だから、これ一回元に戻しましたよ、今。ね、ちゃんと出しますよ。毒の沼地。多分あそこは毒の沼地。こう下行くと。この辺。この辺とか、この辺は毒の沼地でしょう。ねえ。そうなんでしょ、みんな。もう知ってんだったら教えてよ、そこ毒の沼地だよって。あ、すぐ出てた、ひょっとして、あのチャットだと、そこ毒の沼地って多分すごかったんだろうな前回のチャットまだもうこれ収録しちゃってますからね、オンエアのより全然前だと思いますけど、なんでしょうがないじゃない。だからこれね、圧縮されてる部分を展開する部分が違うんですよ。ここどっかおかしいんだよ。だから7じゃん、ここ違うんだよ。
これはそう、ここだよな。だ7、そうか、7もいいのか。7が来るはずもないんだ、階のところは。だから8以上かどうかで判断しなきゃいけないってことだよね。うん、あ、ちょっと待って、ここの前に、あ、今変なとこ行っちゃったな。待って、この上もあるじゃん、よく見たら。ここだろ？こう来るだろ？ここで、ちょっとあれだな。ちょっと待って、とりあえず組んでいく。7、上3ビットがあって、その場合で、下見て、下見て、あ、ちょっと怖いな、怖いな、怖いな。動いてるところが動かなくなる可能性あるな。8以下だったら、もう一回回すってことだよね、多分ね。ここに戻せばいいのか。7だけど8もだったら戻すでいいのかな。でそれ以外、すみません、それ以外か、それ以外の場合はインクリメントしてるから1個インクリメントでいいのか。これでいいのかな。うわ、これ結構ほんと慎重にならないと分かんないぞ。ほんで、8以上だったらそのままにして、ここで道具の沼地の7番にする。ちょっと分かんなくなっちゃう。ここらへんいじったとこ、いじったとこ行く。ちょっとタブをずらした。これでいいんじゃないか、これでいいんじゃないの。どうだ、今んとこ他には影響ないね。他には影響ないね。道具の沼地出るか、道具の沼地出るか、出るか、出た。これでしょ、これでしょ、正解は。全然気がつかなかったよ。他にどっかある？日本ちゃんと出ますか？日本ちゃんと出ますか？どこだ？出てますね、出てますね、合ってますね。牙ちゃんとつけますね。うん、なんか遅いな、なんか遅くなった気がする。ちょっと待って、右の方にもなんかおかしなとこあったよね。この辺だっけ。ああそこだ、これ。あれ動かなくなっちゃった、動かなくなっちゃった。どこ止まってんの。圧縮だよ、これかな。なんかちょっと分かんなくなっちゃったよ、分かんなくなっちゃったよ。あ、います、今座標見ときゃよかった。どこだ、おかしくなったの。右の方、右の下の方、浅瀬ちゃんとつかないね。同時にチェックしてますからね。右の下の方、日本があったところの、日本があったところずっと右行ったんだよね。で、なんかこの辺、毒の沼地がどっかにあった、あった、あった、あった。よし、止まんなくなった。多分止まんない。よし。よし、よし。この辺でおかしいなと思ったところ。
ぱり良かったんだ。よし、はい、ようやく本題に戻りました。この危なかったな、よく気がついたよ。でもこれみんなに嘘教えちゃったな、あの足くんところな、もっとすごかったんですよって取り直す、あの足く術フィールドのとこ、もっとすごかったんじゃん、もっとすごかったこと言いたかったよ。まあしょうがない、とりあえず他はあってんな。あ、これ多分そういえば今また思い出したな、これ上の方は砂地とあの氷を共用で持ってんだよね。で井戸で判断してんだよね。あれもこれもチェックしなきゃいけないな。まあそれは後でいいか。またなんか多分この辺どこ、これ今この辺あれだよね、本当は氷じゃなきゃいけないんだよね。それはまたちょっと先を進めたいんでちょっと後にします。そこは別に大したことないから。本当か。で今はそんでそうで、この間ほら順番もうこのさ、もう女さんたちこう下に行った時にこうね、今全部きれいにあの波打ちが海岸線がついてんのを下に行った時に新たなのを展開してここに1個つけなきゃいけないっていうのをやんなきゃいけないのに、それをやろうと思ってたらこういうバグが出ちゃったから、今日はその辺をやりますよ。だから新しく出てきたところにも際をちゃんとくっつけないとおかしいから、やっぱりね、それをまずやっちゃうか。サブルーチンを作ったんだから、サブルーチンを読みながらやんなきゃいけないから、まず上下からいくか、上下からでいいのか、上下からいく、上下からいくか。なんだっけ、キワ、あれこの間作ったのなんだっけ、キワチェック、A と Y にチッパンが来て A に上下左右、よし、じゃまず上に行くところからつけますよ。珍しく喋んないでしょ、珍しく喋んないでしょ。喋りますよ今。もう今ちょっとね、だいたいねプログラム組み始めはねおとなしいよね。さすがにね、まだあの本当加速中だからさ、加速してある一定のスピードまで行くとあの喋るようになるんですよ。ゼロにリセットして、あれなんだっけ、どうだったっけ、左下ん、そうそうそう、あの持ってない男はどっちだったんでしたっけ、結局右？ん？あ、違う、左下右上か、左下右上だから、左、違う、 Y か、あーっと、待ってコピペでもいけたのかな、どこだ、ちょっと待って、この辺ちょっと一回どこまで使う、
まあ、この辺までちょっとコピーしとか。とりあえず今ね、もう容量とか今速度重視でやってますから、まあそんなに大して容量食ってない。これ多分本番に乗せても大丈夫だ、これぐらいは。んでやってちょっと待てよ、拾ロールしてきて、あースペルが違ってる。今日はこれ4方向全部やりたい。これでしても4方向全部やりたい。ひっくり返してぶっ込むで、最初1からやってんな。これでいいんじゃね。んこれなんだ、なんだこれ。ああ、CC の方がいいな。これいらない。これで上に行った時に、あれエラ出ちゃった。あれラベルまでコピーしちゃったね。こっちに合わせる。これどうだ、あれ。これで上に行った時だけ際がつくと思うんですよ。あれおかしいな。一発動かねえな。くそ、なんだ。おかしいんじゃね。左、これいらないだろ。これみんないらないんじゃね。これでいいんじゃね。これでいいんじゃね。あれ惜しいな。どこ違ってる。18プラス1 18マイナス1。あれ折ってんじゃん。折ってんじゃないのこれ。何がどこがおかしい。右がおかしいか。右がおかしい？あれ？全然つかないじゃん。つかない。あい！ちょっと待てよ。ちょっと待てお兄さん。一番違うか、これ違うな。こうか。新しい1個もう下にずらしたんだから、ずらしたとこ見なきゃいけない。違うとこ見ちゃった。違うとこ見ちゃった。ほら直った。
これでいいべ。多分。よし。この調子、これでいいのかな、ね、よし、この調子で、下も、今度下つけよう。もうこれ早いですよ。こっから先早いですよ。下コピペでいきますからね。下コピペでいきますから。新しく出てくるところは15で、ラベルは、ラベルを直す。よし。で、ここも。これでもちょっと。ここでいいんじゃない？ここでいいんじゃない？よし、エラーも出ない。下どうだ？下どこ？よし、出てる出てる出てる。下もきれいに出た。上もきれいについた。よし、波打ちがついたよ。よし、この調子でいくよ。で、次は、じゃあ左右もやっちゃうか。左右もやっちゃう、左右も。左右は。左右は下とこ下のコピペできんじゃねえ。割りかしいける気がする。だいたいね、右と下もねコピペでいけるパターン多いんですよ。左と上もね、これだいたいなんとなく似てるんですよ。似てるわけじゃないけど、なんかこう座標が増える方向でしょ、右っていうのとか下っていうのは。だからね、似てるパターンに落ちることがあるんですよ。左と上はやっぱりこの両方ともほらマイナスじゃない、 X 座標と Y 座標が。だからそれはそれで似るパターンがあるんですよ。右でしょ？新しく出てくるところは右なんだから、あ、これ2回やんなきゃいけないのかな。まあいいや、とりあえずちょっと待ってよ。18プラス16か。この辺また慎重にやんないとな。ちょっと待ってよ。仕掛け18プラス16、仕掛け18、ん？プラス仕掛け、ん？仕掛け18プラス16、こっち多くね？ 1×1×だ。これでいいんだよ。1×18+16+16ああ、また、もう、全然違う。
か、これは、おはい、そうかそうかそうか、縦だから16個足さなきゃいけないもん。よし、とりあえずあの全部出ない、全部は出ないけど、右にスクロールしたとき、こっち行くよ。よし、出ない。出ないよ。なんだよ、もう一発で動いたら試しがないな、このヘッポコプログラマー。本当によ、なんでだよ、動かせよ一発で。何、どこ、まずいな、どこ、おかしい、おかしくないじゃん。ん、あ、なんだ、こんなと、ん、ああ、そうかそうか、いいのか。プラス 1×18 プラス16、あー、これちょっと違うな。ん、いいのか、ん、いいのか。左下、右上、ん、書き込む場所はやな、あー、これヘキサじゃないっつね、ヘキサ18、ヘキサも足しちゃって、18足したかったのに、10進で足したかったのに、16進足しちゃって、ヘッポコだな、ほんとに。もで、おまけに出ないっつね。でもなんかちょっと近いところまで来たよね、これ。なんか前にも見たようなパターンだな。書き込む場所も違うの、18プラス16、持ってるよな。うん？見る場所かな、見る場所、右が違う、右側がなんか出てないな。あ、電話とかかかってきちゃってるし、電話はちょっと、電話は出れんわ。電話で、右がおかしくない、これよく見ると。1×18 1×18プラス10、右はプラス1だよな。あれ、どう見ても合ってる。でもなんか右側がやっぱりつかないよな。左はついてんだもんな。右だけだな。ま、うん？これ何か文章。18プラス16プラス1、どう見ても合ってる。右側が逆か？続かない、違うな。ん？ついちゃいけないとき、もうこういうのってね、いや、もう絶対自分ではこう信じきってるように記述してるからね、見てもね、もう思い込んじゃってるから、そういうふうに。
違うっていうパターンならない可能性は、パターンっていう違う、あ、これか、これプラス1いらないだろ、これじゃね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 、いくよ、はい、いくよ、よし、なった、よし、なった、よし、なった、左、左行こう、左、左行こう、左、左、左、よし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 、あれ、なんか今電話かかってきてタイマー動いてんの？タイマー動いてなくない？これ止まっちゃったんじゃないの？これ今何分やってんのよ。ねえ、そろそろ30分じゃない？ひょっとしてなんか今あれ、そうだよね、録画のカウンター見ると30分経ってるからきっと30分ぐらい経ってるはずだこれ。なんかしっちゃかめっちゃかだな、しっちゃかめっちゃかだな。もうでもここだけはやりたい、ここだけはやる、ここだけやったらもう、あ、ちょっと待ってよ、これひょっとして下の方ついてなくね、下の方右で、ほら下やってないの思い出しちゃったよ。あー、もうちょっとな、どうしたらいいの、うん、右側のところの下の方やってないよね、下の方の何行かやってないね、13、あー、もうちょっと待って、ロスタイム入ってます。多分入ってます。わかんないけど、多分30分ぐらいでしょう。これでいいんじゃないの？これで下の方出る、つくでしょう。あー、ちょっと違う。ちょっと違う。何、何、何。エラー出ちゃった。あー、そうかそうか。あー、さっき。さっきやろうと思って。ダブっちゃった、ダブっちゃった、ラベルがダブっちゃったよ、コピペしたままほっといたよ。今やります、今やります、このコピペ、このコピペ意味ないんだよ、このコピペ意味なかったんだ、今そもそもうまく動いてなかったんだから。あれ、どこ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 、よし、これでどう、もうなんかこれで、右下、右下の方、暴走、暴走した、暴走した。ちょっと待って、はいはいはい、分かった、はい分かった、はい分かりました、はい分かりました、はい分かりました、はい、これです、はい、これです、はい、どうぞ、はいはいはい、はい、右下出て、よし出たな、はい、これでコピペ、急いでやります、もうこれで上下左右まで今日はやります。もうもう皆さんね、こっから先はね、もうね、もうあの安泰ですからね、なんならもう今日はもうこの辺で見なくてもいいですよ、もうひどいね。もうだって、もうもうだってコピペだけだからさ、もうバグらず、あ、もうやっぱりね、うまくいっちゃったねっていうので終わる、もうハッピーエンドですから今日は。もうこの先はもうハッピーエンドですよ、もう分かっちゃってる状態ですから、もうハッピーエンド見ます？皆さん、まあどうしても見たいというんであればね、それはもう止めないですけど、まあもう確実にハッピーエンドハードル上げてる。私で出てきたところはプラス1だから、プラス1でしょう。ん？ちょっと待てよ。慎重にやろう。18プラス。プラス1でいいんだよね。プラス1でいいんだよね。
だからここの16を1にしていけばいいんだよ。ああもう危ない危ない、ああちょっとこのチャタリング、メーカー、このキーボードのせいなのこれ、それともこのヘッポコプログラマーのせいなの。そんなことないよね、ヘッポコプログラマーだってそんなことはさすがにできないよね。特定のキーだけチャタリングするんだよな。もうこれでいいんじゃない。ほら見ます、ハッピーエンド皆さん。はい、いきますよ、左側気はつきますよ。あ、え全然ついてない。全然ん、ちょっと待って、もう一回この辺から、あれ全然ついてない。え、全然ついてない、全然ついてないっておかしい。何分やってんのもう。あー、これチャタリングのせいでしょこれ。下の方は多分ついてたよね、下の方は絶対ついてると思うよ。いくよいくよ、この辺下の方見てて、ほら下の方ついてるでしょ。これ僕のせいじゃないですよ、これチャタリングのせいですよ。1個消さなきゃいけない、2個消してた、違ったじゃん。あ、セーブしてない、セーブしてない、ん、セーブした、セーブした今。なんだかもう訳分からん。あれセーブしてるじゃん。ああ違う違う、チャタリングのせいじゃなかった、違うところを消してた。ひどいねもうね。はいはい、出向きました。はい、これでとりあえずは上下左右どう動いても波打ち際がきちんと出るようになりました。よし、じゃあ今日何分やったんだろうね。まあちょっとオーバーだね、ロスタイムギリギリ、はい、収まってるぐらいだね。うん、じゃあ次何しようか、今日寝る前に考えて次回に備えます。喋りながらやってっからこういうことになっちゃったね、ビニオスと下に行くようになっちゃって、どんどんおかしなバグになってますね。バグっすね本当にこれ、バグっす。